はい、えー、それでは始めます皆さんこんにちはレックスエニ講師の唐沢と申しますどうぞよろしくお願いしますえただいまからですね、えー、消費生活アドバイザーの一次試験スピード合格講座のですね、えー、過去問解説ということで、えー、2019年の再試験ですね2019年のおこれ、えー、台風かなんかの影響で 2019年は本試験、もともとの正規の試験があって、ちょっと台風で来れなかった方のために再試験というのが行われていたということで、もう1年分、ですねこれありますので、こちらを解説していくということになりますね、2019年の再試験1件目ですね、消費者問題、法律等で,ですね見ていきたいと思います。それでででは第第問問すすね第1問ですね 1> 1と3がとがいうことですね、はい、これよく出ますね「フィンテック」ということで、えー「金融と技術を組み合わせた造語」というものですね正しくは「フィンテック」ですよということですね、えー「印象はテックではないですよ」「フィンテック」えー「ファイナンス」ですね「金融」「ファイナンス」と「テクノロジー」を組み合わせた言葉だよということで「フィンテック」ということですね。あと3番ですね「シングュラリティ」と。 というものですねこれは人間の能力が情報技術を上回る転換点というふうに書いてありますけれども、まあ、逆というかどっちかっていうと逆というか AI の能力というものが非常に高まってきていて AI がもう人の能力を超えていくんではないかそういう点が来るんではないかというようなことを意味する言葉として、えー、シンビュラリティといったものがあると。 いうことですね、まあこれちょっと逆になっっちゃってるよとということですね、はい、あとおまあ4番5番ですねこれはま正しいということでこのまま押さえていくわけなんですけれどもまあインフルエンサーとかですね IoT とかですね非常にまあ重要な言葉ということでまあ特にねあのチェックをしてあるということですね、まあ、正しいものっていうのはそのまま覚えていっていただきたいわけですけど特にこれ重要だなということでチェックをしたということですね。はい 続いて問いの2番ですね問いの2番ですねはい4が誤りということですねこれもなんか結論が逆になっちゃってるというか何度も繰り返し接触していくことでですね不信感が湧き好感度が低下していくというふうに書いてありますね逆ですね。 どうでしょうかね。人と人で、えー、この人ちょっとなんか親近感湧いてきたなぁ、ちょっと好感湧いてきたなぁという時にですね、えー、なんかこう半年に一遍しか連絡くれない人とですね、 まあ日々日々ですねまああの,あのしつこいのはちょっと良くないかもしれないですけれどもちょっとちょっとね「えー、今日ねこんな嬉しいことがあってね」ということで報告したかったんだとこんな美味しい料理食べたんだよとかですねあのたまにね、えー、2日に1遍とかあの連絡をしてきてくれる相手とですねなんか全然落とさたないなーってね、えー、いう人に対してですね、えー、どっちの方が親近感湧くかなーというとですね これは何度も何度も繰り返し接触しているまあ、しつこすぎるのは良くないですねいわゆるまあ、ストーキング行為みたいなそれは良くないですけれどもあのー、やはり、えー、関係性というかあ何度も何度もですね、えー、接触持っている人の方があ親近感湧いていくだろうと好感度がアップしていくだろうということですねザ、えー、イオンス効果というふうに言っていきますはい、えー、それでは 問題,ねえー、問題の3番ですかね問題の3番ですかねはいまた出ましたね SDGs ということですねサステナブルデベロップメント・ゴールズということで持続可能な開発目標というものですね、えー、これに関する問題ですよということですねはいそもそも SDGs ですね確認しておきたいんですが将来の世代のニーズも満たしつつ今の世代 のニーズも充足していくというようなあそういった開発の目標のことだよということですねはい2番と4番が誤りということで目標の数ですねちょっと数で切るのはどうかなと思いますけど20じゃなくて17ですと17ですよということですねはい続いて4番ですね4番ですね えこれはあこの選択肢はですね、まあ、途上国の問題を解決するためだけみたいな選択肢になってる途上国の課題を解決するために関心のある国々が中心になって問題を開発して解決していくよということですけれども、えー、問題は途上国だけに限りませんで関心のある国だけ働けばいいということでもありませんと。 ということですね、はいまあ、スローガンの中にですね「誰も置き去りにしない」というようなことをテーマとして掲げてですね「すべての人に普遍的に適応していこう」ということが SDGs ですね SDGs。SD なんか一部の人の問題と、ね、なんか頑張る人も一部の人しかいないということではなくて誰も置き去りにせず「すべての人に普遍的に適応していこう」と。 いう考えですね、えー、これが、まあ、サステナブルディベロップメントコールズ SDGs というものになってくるので4番間違いということですね。はいでは問いの4番ですね問いの4番問いの4番は1と3と5ですかね誤りということですね。 はい、えー、日本の消費者教育に関する問題でありますけれども日本に導入された時期いつ頃でしたかというとですね第二次世界大戦直後とありますけれども直後ではなくて高度成長期に該当するところだよということですね直後というものではないまず戦後の復興ということがまず直後はありますからね、えー、それを経て高度成長期に入ったあたりにですね えー、消費者教育っていうものですね日本に導入されてきたよということですねはいでは2番はこれ消費者教育のですねまあ、定義を示すまた正しいものとしてこれ要注意というかまあ、重要な足ですねとこのまま覚えましょうねということですねはいでは3番ですね、えー、選択肢の3問題4の3ですね これは2012年と消費者教育推進法というところですね。こここが間違っていいるということうになります、はいえー、初めてですね消費,者教育初めて消費者教育が権利の一つとして掲げられたということなんですけれどもこれは2012年の消費者教育推進法を待つまでもなくその前にですね これを前にこの前に2004年消費者基本法のところで記載があったよということで間違いということですねはい最後5番ですね学習指導要領に対応しているとありますけどそれはいないよといないということで結論が間違っているということですね消費者基本消費者教育ですね学習指導要領に対応しているとありますけどそこまで対応しているわけではないということです それではあ続きましてえー、っと穴埋めが続いていきますかね穴埋めはこのまままあ、あのー、どれもね重要な問題であります、えー、穴埋められた結論のやつをですね文章をインプット教材として使っていただくということで続いて問題の９番ですかね、えー、問題の９番ですかね。 はい、問題の九番は一三五が罰だよ。一三五が罰だよということですね。はい、的確消費者団体の数ですね。まあ、これもちょっとね。まあ、数で聞くっていうのもね、あれですけど。少なくとも全国四十七都道府県に一箇所ずつということではないよということですね。全国で二十一個、二千二十年五月と段階ですけれども。まあ、二十ちょっとぐらいだよということです。はい、四番ですね。えー、これは。えー、的確適格消費者団体はすべてですね。 地域の消費生活センターの中にセンターの中に必ずですねセンターの中に必ず設置されているというようになっていますがそうではなくてですねまあこれ消費者庁ホームページなんかでですねえ的確消費者団体というものを消費者庁ホームページの中でホーームページの中で調べていただくとですねまあ思い思いの箇所にですねまあいろんな拠点を有していておのすの住所等を記載されています。 まあこれはねパッと、まあ、全部、ね、あの住所を暗記しろということではなくてですねあの参考までに消費者庁のホームページでですねあ的確消費者団体ってどんなところあるのかなとかですねどんなところに住所を構えているかなということでえパッとイメージのために見ていた,いただければといいいうに思いますねはい、あと、的確消費者団体には当然ですけど活動していく経費がありますよね。 でこの経費を必ず国と自治体が2分の1ずつ負担してもらえるというふうになっているかとそうではなくてですね100%この自治体や国に負担してもらえるということではなくてですね NPO 法人消費者スマイル基金といったものがあって企業団体に寄付を募ってですねそして女性活動をしていくといったものの存在があります。 やっぱり経費がかかってきますからね、この金儲けのためにやっているという団体ではないと思うんですけれども、それでも動いていくためにやっぱり最低限経費が必要ですから、これはですね、NPO 法人消費者スマイル基金といったもので、ですね企業や個人に寄付金をつなって、ですね女性活動しているよということであります。はい、続いて、えー、製造物責任法の10番ですかね。 え問題の10番ですかね製造物責任法に関する問題ということで見ていきたいと思いますけれども、まあ、1は正しい選択肢として、えー、押さえていただきたいわけですけども、まあ、ここが一番ミソというかですね、えー、10番の製造物責任法が存在する意味というか製造物責任法がどういう意味があるのかということですね。 これを示している、まあ、一番ね重要なポイントというかこれが足一番になってくると製造物がですね、えー、人,人や、えー、人の財産とか身体とか、えー、生命とかですねそういったものに迷惑をかける時があると、えー、その製造物の責任というのはあの、まあ、民法と似ていて民法の不法行為というものに似ていてですね おいった場合にですね、その損害を賠償しなければならないというような民法のルールがあるんですけれどもその民法の特別法的な扱いとしてですね、民法に関しては一般的に過失責任主義、過失責任主義つまり責任を取らせるためには過失がある必要があると。 ということですすねね過過失失もななないいいい人人にに対して責責任任はは取取ららせせよととうこで無のを民法は責任を取らせるんであれば少なくとも過失はないといけないあるいは人を痛めつけようとする故意とかですね、えー、ないといけないということになっているこれが原則なんですけれども過失がある人に責任を取らせる逆に言うと過失のない人には責任を取らせないと。 いうですね、民法の不法行為のルールではこうなっているわけですけれども、えー、これではですね製造物に関してはこ大量生産とか大量消費を予定されていて、えー、イメージ的にはでっかい工場で,です、ね、自分の家のどうでしょうね自分のご自宅のもう3,000倍くらいのスペースでですねもう大掛かりに、えー、きちんと機械を統制してです、ねえー、大量生産大量消費していると。 工場がウィンウィンってですね適切に管理されて動いているということでそこでできたですね製造物について、えー、ちょっと何か食べたらお腹を下してしまったとかですね、えー、そういった時にですね過失責任主義ということを貫いていくとですねここに過失がありましたね工場のこの工程のこの部分のですね何月何日のこの作業のところに、えー、過失がありましたよねと、えー、過失がある以上ですね賠償してくださいと。 いうふうに民法の過失責任主義というのを貫いていくとですねあなたの過失つまり企業側の過失ですね。 よくわかんない私たちでもよくえどういうふうにマネージメントされてるのか、まあ、きちっとあのいろんなあ管理のです、ねえー、マニュアルに従ってきちんとやってるんだろうけどどっかに過失があったはずだといってですねこの過失を証明しようとしてもですね一般人の私たちはわかんないわけですよ。そんなね家の3,000倍もあるような広さのです、ね、工場の中のどの作業の何月何日のどの工程の誰の行動によって、えー、誰のその過失によってもたらされたものなのかということ ということはですね、私たち消費者からは証明できないというか証明することが非常に難しい非常に難しいということですね。 ということは民法のこの不法行為の過失責任主義のルールだけにのっとっていたんではですねこの製造物によって被害を被ったその被害者たちを守れないんではないかということですね。こでそこでえ製造物責任法はその特別法としてですね過失を要件としない過失を要件としないつまり企業側の過失を証明しなくてもね製造物によって被害を被ったということであればですねえこれは。 あの責任を取らせていくと過失を証明できなかったとしても責任を取らせていくということですね。まあもちろんあの製造物責任法によって損害賠償請求するためにはですね、その製造物によってその欠陥があってですね、その欠陥によって、えー、損害が発生してしまったということは必要ですけれども、業者側の過失を証明するということまでは必要ないんだということですね。えこれがあの製造物責任法の味噌というかあ存在価値というか。 民法の不都合性を修正して民法のこの過失責任主義を貫いただけでは不都合な場面があるとそれを修正して製造物責任法では過失を条件としないよというふうにしたということですね。 はい、続いて足の2番ですね、えー、これは「しない」とありますけど「しますよ」ということですね製造物製造物責任法にいう製造物というのは広いんだともう大量生産大量消費ということを前提とする、えー、製品ですね、えー、製造または加工された動産ということですね動産というのは不動産じゃないものですね、えー、つまり土地や建物ではなくて物、えー、とかですね、えー、カセットデッキとかちょっと古いですかね時計とかですね、えー、あとは化粧品とか、えー、そういった動産物ですよね 不動産でははなないい土地や建物ででもの動産ですね製造または加工された動産というものを指していくよと制度物で,すでエレベーター内に設置されているそういったものは該当しないということですあごめんなさいエレベーターなど建物に設置されているもの建物の内部にですね設置されたものこれは該当しないとありますけどこれもしてきますよということですね。 はい続いて4番ですね4番ですねこれ重要ですねはい製造物責任法に言う欠陥って何ですかということですね、えー、欠陥欠陥陥があることが必要ね過失を証明する必要はありませんけれども製造物に少なくとも欠陥があったということですね、えー、これはこう消費者側でですね、えー、きちんと立証していく必要があるということでこの欠陥製造物が通常有すべき安全性製造物が 通常有すべき安全性を欠いていることということですね、まあ、食品に求められる食品であったら普通ですね食べたら高い確率で食中毒になるなんていうものは通常有すべき安全性があるなんてあ,ありえない,言,い言えないとそんなふうに言えないということですねはい、まあ、化粧品だった場合にですね まあ、3人に2人以上はですねあの皮膚がたたれることが分かっているとかですねこれ通常すすすべき安全性をいいてますよねねということです、ねまあ、ただ医薬品なんかにおいてはですねこれは注意が必要で医薬品もこの医薬品をこう飲んだらですね え98%は死にますすとかですねこれは明らかにこう通常有すべき安全性書いてるわけなんですけどただ医薬品は非常に厳しいチェック非常に厳しいチェックですねあの安全なんだろうかと有効に働くんだろうかということですね品質はちゃんと担保されてるんだろうかというです、ねえー、食品なんかよりもはるかに厳しいチェックチェックですね人に対してえ毒をもたらせないだろうかと。 いうことで医薬品が流通に乗るまでは厳しいチェックチェックが続いていくということなんですねですがどうしても医薬品というのはやっぱり毒を持って毒を制するようなところがあってですね本来本来的には人体にとって人の体にとっては異物なわけですよ異物ね外来物というか異物ねだから絶対どんな人にもリスクがないとリスクが必ずゼロだということはちょっと言い切れないところはあるわけなんですよね そこで、医薬品においてはですねその服用により人の死亡を引き起こす可能性があるものについてはですねたとえ効用が高くその副作用に関する説明が添えられていたとしても欠陥が絶対あるみたいなね、えー、なってるんですけどそれは言い切れないよ血管が必ずあるとは言い切れないよということですね。欠陥があるというためには例えば設計する上で欠陥があったと設計の段階でミスがあったと。 ね、製造する上でちょっと手抜き工事的なものがあったとかですねあとは注意書きえ指示とか警告があの手抜きというかねあの不十分であるというようなこのいずれかのですねパターンに該当する必要があるんですけれども、えー、この辺のいずれにもちょっと該当しない場合は例えばねどうしてもやっぱり医薬品というのは人体にとって本来異物だって絶対リスクゼロとは言い切れないわけですね。ですすからこの,この、ね、通常有すべき安全性と いいったもののを備えているでであればですねそしてこの3つのどこにもですね欠陥があるというふうには見受けられない見受けられないということであればですね,ねどうしてもリスクはゼロとは言い切れないものですから、ねえー、1,000万人に1人ちょっとね副作用が出てしまっただからといってもう血管があったというふうには直ちには言い切れないよということですね。 はい、えー、続いて5番もまあ重要ですので見ておきますと製造物責任法の対象となってくるのは拡大損害ということですね拡大損害とということですからここは注意しておきましょうねということですね。拡大損害というのはそのものも以外に被害が拡大した場合、えー、例えば化粧品であれば化粧品が使い物にならないだけではなくて、えー、それを塗ったことによって化粧品を塗ったことによって皮膚がただれるとかですねいうもの、えー。これがそのものも以外 化粧品以外のですね人の体皮膚というものに被害が拡大していますからそういったものを拡大損害と言っていく製造物責任法の対象となってくるのはこの拡大損害のケースだよということですね注意してくださいはい続いて問題の11番ですね問題の11番ですね345ですね345が罰になってますよと。 ということですね消費者契約法において債務不履行による損害賠償責任の全部を免除する条項全部をねね,ね何があっても弊社は責任を負いませんとかねあの仮に弊社が約束を果たせなくても何があっても絶対に責任を負いませんなんてそんな条項無効でしょと。 いうことですね。全部を免除する条項はもう無効です。なんかだらだら書いてありますけど、もう無効でいいんです。全部を免除するなんて無効です。ね。これはなんかごちゃごちゃと間に入ってる。ね、故意または重過失による不履行にものに関する、に限り、えー、故意または重過失による不履行に関するものに限って無効であると。してますけど、いや、違います。そんなものに限定しない。限定しない。もう全部の責任を免れるなんて、そんな書き方はもう無効です。もう直ちに無効ということですね。 はい、ただこの赤は引っ掛けてで,ですねこの故意または重過失による不履行に関するものであって、えー、つまり故意または重過失による債務不履行の場合にであっても責任を制限するというような場合ですねこれが無効だよっていうふうになる。例えば、えー、または重ふうによって100万円の損害をお客さんに与えたと 故意は住家室にによよって100万円による損,害、えー、損害を与えたというケース、この場合全部を責任免除するっていうのは当然無効全部を免除するのは当然無効それだけに限らず100万円の損害にもかかわらず80万円分しか私たちは責任を負いませんみたいなねその責任を制限する。 ね、100万円の損害を与えたくせにしかも故意または重過失によって損害を与えたくせにですね100万円の損害のうち8割しか私たちはあ責任を負いません責任は制限しますなんて書いてる場合も無効ですということですねなんて書いてる場合も無効ですよということですねはい、えー、そして問い4ですね足411番の足4ですね11番の足4 えー、これは解除でなくて取り消すと解除ででなくて取り消すすとということですねで足5差し止め請求に関しては差し止め請求に関してはこれは適格消費者団体なのであって、はい、特定適格消費者団体のみではないです。 特敵閣消費者団体は被害回復のための訴訟を起こしていく訴訟を起こしていくってなると、えーね、特定の方に限られてきますけれども被害回復のための訴訟は特定の方おになってきますけれども、ね、差し止め請求権は通常の的確消費者団体で OK だよのみじゃないよ特定のみではないよということですね、はい、<laughs> ではあ続きまして。 問題,ね、問題の14番ですかね問題の14番ですかねはい問題の14番ですね、えー、245がバツ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 と245バツバツバツ,バツということですねはい、えー、足にですねこれ成年非貢献人の契約です無効ではなくて取り消しかです取り消しが可能ですよと はい、あとは4と5詐欺と脅迫の契約詐欺に基づく契約脅迫に基づく契約詐欺されて買うよって言っちゃった脅迫されてもう仕方なくですね怖くなって買っちゃったということですねえこのケースも「取り消しかですよ」えー「無効ということではない最初から何の効力もない」ではなくてですね「取り消すこともいいし取り消さないでそのまま生かすもいいし」ということで「取り消すか取り消さないかは、えー、あなたたちの自由です」と。 ただ取り消すすす権利は与えまとということですね、えー、やっちゃった、えー、行動であったとしてもですねそれが自分にとってメリットがあるんであれば取り消さないと、えー、追認するということだってできるということですね。ということで無効と取り消しは区別しておきましょうということです。はい、えー、では続きまして問題の16番ですね。えー、問題の16番ですね。 はい、1と,5 1と5が間違いですね、はい、契約の解除のところでこの足の1の論点ですねよく出ますよね、はい、約束の期日が過ぎました直ちに解除約束期日が過ぎました直ちに解除そうでしたか違いますね催告して最後のチャンスを与えてその相当期間を定めてですねあと1週間待ってあげるみたいなですね相当期間を定めて 刻をしててそれれでででもやってくれないい場合に解除ができるととうことで最後のチャンスを与える必要があるとね約束果たさない直ちに解除とは限らずですね通常期日をちょっと遅れてしまった場合もですねまず催告をしてえ相当の期間を定めて催告してあげてですねでそれでも過ぎたら解除できるんだよということですね。 はい、足の2番はですねここで覚えておいていただきたいのは「同同時時のの弁弁といいうことはです、ね、同時履行の公弁ですすねね、はい、物を渡さないんだったら金も払わないよ」とかですね「ね、えー、お金を払,わない払ってくれないんだったら CD だって渡さないよ」とかですね「CD も古いですねちょっと <laughs> お品物渡さないよ」とかですね。 あのお互いに、えー、契約の義務を負っている総務契約っていうふうに言っていきますけれども互いに、えー、してあげるしてあげるっていう契約はですね一方はあの約束を果たさないんであれば私だって約束を果たしませんっていうふうに拒むことができるということですねあくまでも同時履行だということで文句抗弁をしていくことができるということですね、はい、あと足の5ですね。 これは、ね、もうえ、まあ、いいんですけれども、まあ、メーカーが作ったものを販売店で買ってですね、えー、それで文句があると。 いうことでですね、えー、いう場合にはまあ、販売店に対してまあ、主張できるとおかしいじゃないかっていうふうに主張できるというのはいいんですけれどもこの足ではわざわざですねメーカーが品質保証しますからと私が責任負いますからということでメーカーがわざわざ品質保証すると明示しているんですねその場合であってもメーカーに何も言えないというのではちょっとね品質保証書というものを用意している意味がないというかですよね 何かあったらメーカーとして品質も保証して責任を負いますからとわざわざ書いてるんですからねでその場合はメーカーに主張したっていいでしょうということですねわざわざ品質保証するとメーカーが明示しているわけですからこのケースではですねこのケースではメーカー問題があった場合にメーカーに文句を言っても構わないということですねはい続いて 問題,の17ですね、問題の17番3と5ですね足の3と5足の3と足の5が間違いということですね。はい、えー、サブリミナル広告ということでですねちょっと微妙な「あのー、あ合ってるんじゃないの?」っていうふうにちょっとなってしまいがちですけれどもな,なんとなくね「サブリミナル」ってこういう意味じゃなかったっけって思っちゃうんですけどあのー、ちょっとねおかしいポイントは「さりげなく登場させる、ね」テレビ番組の中にさりげなく登場しちゃってる。 登場しちゃってる、ね、そしてその製品やブランドを認識と言っちゃってるということですね。ここがちょっと違うということですね。サブリミナル広告というのはちょっと遠いですかちょっと見づらいかな潜在意識もう無意識レベルに働きかける目的潜在意識に働きかけるサブリミナル広告ですね。やり方として全く内容と無関係のもう感知できないほど短い映像。 もう全然もう見えないような感覚でタイミングでですねスッスッと入ってくるねね映画のワンシーンの中に登場なんかできてないでねきちんと認識ができないむしろ潜在意識すり込みこれをしていこうとするのがサブリミナル広告ということであってですねなんか登場しちゃったりですねきちんと認識できちゃったりとかいうことではない潜在意識に働きかけるためにですね スッスッとこう見えないタイミングでですね見えないようなスピードで感知できないほど短いような映像を入れていくというものがサブリミナルだよ。ということですね。はい、えー、では続いて足の5ですね足の5ですね。 はい、えー、自社と他社の比較の広告っていうのはですねちょっと注意しなきゃいけないわけなんですけれども、ね、禁止ではないよと自社と他社を比較するっていうそういう広告ですねやりたいですよねできれば。だけど不当なやり方、えー、他社がね不当に駄目だみたいな言い方、えー、うちの方が不当にですねもう圧倒的にいいみたいな。 圧倒的にいいみたいなその大した差はないのくせにですね他者よりこんなにいいみたいなね2倍もいいんですみたいなそこまで差も開いてないくせにですね大げさにやるというような比較広告ダメなんですけれどもねダメなんですけれどもただ一定の条件さえクリアすれば適正で OK 一定の条件をクリアすれば OK だよということですねこれガイドラインが出ているということですね。主張内容が客観的に実証されていいるととうこと それから事実を正確適切に引用しているということですね。そして比較の方法が公正に行われているということですね。これら条件をクリアしていくとですね3つをクリアしていくとそれは堂々とやりなさいだって事実本当なんだもんということですね。比較の方法だって何、えー、て言うのかなダーティーではない汚くない公正にやっているということですね。主張内容は客観的に実証されているとで。事実を正確適正に引用していると。 ね、しかも比較の方法が公正であるといったことですねこういったガイドラインにのっとってやればですねそれは比較した広告だっていいよということになります。はい続い続て え問題の18番ですね問題の18番ですねはい1と51と5が間違いということで、えー、1に関してはこれ特保のマークですね特保のマークですけれども、まあ、損害賠償制度まで付与されているものではないよと損害賠償制度まで付与されているものではないよということですねで続いて E はですね、えー、これ FSC とありますけれども FSC の F はフォレストフォレスト森林ですフォレスト森林。 ですね。森林管理協議会ということでですね、適切に森林を守っていこうという趣旨でですね、えー、作られた協議会のマークということになっているということで、食品ではないねと食品ではないねということですね、フードではないねということですね、フォレストです。FSC、これ木のマークですよね。木のマークですよね。森林守っていこうということを趣旨としたマークということになってまいります。 はいそれではですね一旦ユニットワンですね終了をいたします一旦ブレイクに入ります。